はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット大戦 V 続きをやっていきたいと思います。一応なんか分岐シナリオって書いてありますね。次は分岐か。分岐はね、なるべくガンダム系がいっぱいいるところに行きたいんですけど、太平洋エリア D、 アルゼナル格の子。マナイタ姫って呼ばれてるんだ。イタリアのお姫様みたいだよね。あ、いじめだいじめ。お、駆除されるぞ。めちゃくちゃ性格変わったな。いや逆にさ、ハエなら退治しないとって。これは何でしょうって言われても分からん。ペロリーナ、知らん、そんなもんは。ペロリーナが、一応普通に接触できるんだね。いやーこいつらめちゃくちゃ積極的だな。完全に内部崩壊を起こしてるな。また何か罠を仕掛けたな。アルゼナル司令室。日本に戻るんだ。ソレスタルビーング、ミスリルが残るのか。
メラギさんとしては確かにこっち調べたいよね。なでしこ B 勇者特急トビア・ハサウェイ樹道、宇宙世紀組の方についていきましょうかね。決めました、日本に行こう。パメってあれ、これ誰だっけ。ビルキスの反応ロスト、機体トラブルか。強化パーツをちょっとやらないとね。強化パーツさ、離れるごとに変えるの結構時間がかかるんですよね。で、一応全員外したからちょっと強化パーツを付け直しましょう。じゃあ強化パーツちょっと組み替えたので、次のマップへ進んでいきましょう。意外に時間がかかるっていう。太平洋、なでしこ B ブリッジ、エリア D に火星の後継者はいませんでしたと。お、プロスペクターさんじゃん。噂のってもう知ってるんだ。お、戦力増強の人員、日本ヌーベルトキオシティ、ハーリー君何怒っている。わかりやすいな。しまった。
性の熱血漫画家か。確かに珍しい。うん、漫画家っぽい。またお前か。よく出てくるな。臨時のアシスタントってさ、そんな簡単になれんのか？漫画家って結構厳しい感じがするけど。納豆巻きって。バーケメコ。君の瞳に乾杯とか言うか普通。納豆を食べること。こいつらは気が合いそうだ。達人だし。達人ってなんだよ。あんまり向いてなさそうな作戦って何？おかしな泥棒。
あれまたお前来たのか。すごいねそれって。解説なんて別にいらん。今の日本では納豆が貴重品、日本中から納豆を奪ってるんだって。変なおっさんが出てきた。あれ、ハーリー君こっちまで来た。扇風寺裕次郎本物の変質者って。お嬢ちゃん人間じゃないね。あれ売り畑じゃん。これはあいつじゃん、名前忘れた。あ、ピンクキャット、カトリーヌ・ヴィトン。憎しみの使者って。第15話、納豆に手を出すな。なんだそりゃ。カトリーヌ・ヴィトンにさらわれた。強制所？納豆のおぞましさ。
雇うのはいいけどさ、いくら給与いくら、めちゃくちゃ高ければいいけど。恨むなら納豆を恨みなさいな。よくわからん。納豆という納豆を一粒残らず消す。納豆風呂って超嫌だ。10人前の納豆料理を食べさせ。納豆天国。え、そっちもかけてるってよくわからん。あれは1週間ほど前のこと。夕食の用意をしたシェフが誤って手を滑らせ、納豆をカトリーヌ様に浴びせてしまった。開いた口が塞がらん。君は納豆が臭いというのか。君は納豆を食べたことがあるか。まあ俺も別に納豆は好きですけどね。納豆だけっていうのもな、なんか醤油かからしかなんか卵のタレみたいなのつけた方がより美味しいけど。11機って全部出れるかな。全部出れるね。
警察が保護した。結構やるね警察。通信が入っています。ホイコーローからか。援軍を送ったって。まあまた戦艦を中心に行きたいけど結構遠いところにいるね。でちょっとこいつパーツバイタルダウンかけよう。で全員の気力が下がりましたと。ダブルゼータはななるべく早めに気力を上げてハイメカキャノンを撃てるようになれば。ハイメカキャノンもねめちゃくちゃエネルギー使いますからね。マイトガイン系がなちょっとな。あと100式とねマーク2が戦力的には微妙なんだよな。ちょい前に出て編成を組むか。なでしこを中心に2マスあたりでいこう。ダブルゼータもここに置いて、ゼータここ、トビはここら辺でいいか。ガストはこっち、マイトガインもこっち。あれこれ誰？ああ、マーク2か。せめてなんかな、スーパーガンダムだったかな。でもダブルゼータの時にはスーパーガンダムじゃなかったからね。よし、これで追撃をするか。好物だったんだこいつ。レーダーに未確認機。とんでもロボット。これはやつらか。
逃げてっちゃった。全納豆放出。食べ物を粗末にしちゃいかんよ。どう間違えた全然わからん。今から送る作戦。ネバで跳ね返せるもんなのか。そんな単純か？元のところに戻るのか。で、こいつに全部詰め込んだ感じ。フォーメーションアタックか。ではではでは。ハイメロが115か。6900。いけるかな。全然いけるわ。体勢が崩れた。この隙にこいつからは逃げたって無駄だ。そこだ。で、こいつの背面が音。なるべく後ろのやつ。
音楽はパイロットに準じてるか。ゼータガンダムで変わらないということは倒していこう。強くはないからね。二度と悪事ができないようにしてやる。マイティスライサーだ。了解。マイティスライサー。これがスーパーロボットのパワーか。スペシャルダイヤモンドアタックで粉々にしてやる。どこにも損傷は見当たらないな。バリアを用意したのが功を奏したな。ああ、一応専用セリフみたいなのあるんだ。バリアフィールドつけたんですよね。リープスラッシャーはもったいなくはないか。法を犯したからには裁きを受けてもらう。リープスラッシャー。ダメージが限界を超えたか。は割と高めだよな。装備が厚いなら安いところを狙うだけだ。私もガンダムの伝説の生贄になるのか。直ちに反撃する。スペシャルダイヤモンドアタックで粉々にしてやる。飛びすませ。生き残るためには距離を詰める。ゼンダム打ち込む。大サービスだ。ほっとけ。ここで撤退するわけにはいかん。残った。あ、援護攻撃に入るって書いてあったな。ミサイルで援護します。俺自身が弾丸になる。ア
りなど気にするな。逃げようとしても無駄だ。タイミングバッチリだ。こいつは効くだろ。やられる時でも援護入るんだ。カトリーヌ様考案の必殺技、受けてみるがいい。伊達に生き残ってきたわけじゃないぜ。あとどうしようかな。少しなでしこに寄せるか。よし。左下を少し厚くするか。オリジナルのキャラでちょっと前線を維持しよう。背面がキャノン。強っ。背面がランチャー。ビームザンバーでいけるかな。パワー勝負じゃかなわなくてもやめてたまるか。これが全力だ。嫌なボタンがしてきた。カトリーヌ様考案の必殺技、受けてみるがいい。見たままに、感じるままに。ガンダムに続くぜ。犯罪者はお縄につきな。カトリーヌ様、申し訳ありません。効率がいいね。ここは 10% 上がってるのか。ディストーションアタック、援護防御ありか。へへ、これからが大変だね。頼るやつはぶん殴った。何をしている。下がれ。どっちなんだ。今ポーションフィールド全開だから。あとは頼んだぞ。捨て身だね。カトリーヌ様考案の必殺技、受けてみるがいい。よっと、ちょろいちょろい。こいつでぶち抜いてやる。エネルギー充填、当たれ。こっちでいいか。ここが勝負どころってやつだ。こいつでぶち抜いてやる。エネルギー充填、当たれ。惚れ惚れする威力だぜ。あと届くやつらはいないか。こっちの殲滅が終わったから、よし、これで次のターンかよ。あれ、ファイナルビーム届かないの。ではではでは、どいつだこいつか。フェアリーブレスをかけよう。縦一音字切り。
そんな。エアにだって正義の心は宿るのに。これで決めろ、ファイト。一回オーリンテイ、さて、一番直撃。未知の世の秋の栄えた試しはない。ディープサッシャー5300いけるかな。データを取るにはうってつけの相手だな。氷が敵を立つ。うわ、どうする。ハイドロキャノンも長いね。世界の平和は私たちが守ってみせる。意外にダメージ出たな。反応ミサイル射程長いね。愛が相手なら遠慮はいらない。パネルミサイル、これで。おお、情報は入った。マジか、クリティカルかな、出てるかな。これちょっと先とかゼータとゼータを前に出してロングビームサーベル、ビームコンフューズとかさ使えんのこいつ。ニュータイプ必要ないんだ。あ、しまった、ダブルゼータもう少し前に置いとけばよかった。グラビティブラストでビトンじゃん。敵を落としました。カチョ行きます。ただで返すわけないじゃない。クロマージの必殺技を受けてごらん。こいつで粉砕してやる。念のため損傷のチェックを報告してください。何？殺しの機会が。ミサイルはこちらで。距離を詰める。ベンダム撃ち込む。大サービスだ。ほっとけ。こいつから逃れる術はないのさ。先にこいつを倒そう。特にパーツを持っているわけではないけど、さっさとお縄に突き上がれこの犯罪者が。光る泉、出番だ。呼ばれて飛び出てなんとやら。張り切って行っちゃうよ。援護射撃を頼むぜ。そいじゃやるよ。美味しくいただきます。二人に負けてられないぜ。
ークのコンビネーションだぜ。2200だとトピアでいけるな。念のため直感かけよっと。俺なりのやり方でやってやる。これが海賊流だ。ギリだったな。なんか覚えた。めっちゃ納豆まみれだな。スケット漫画家のスケットってなんだ。パーティールーム、結婚式会場みたいだな。なんかそういや漫画家になりたいみたいなこと書いてあったな。連載の方は救済にした。まあそりゃそうだよな書けねえもんな。
納豆料理っぽい。やはりか。納豆のフルコース。納豆サラダ、納豆オムレツ、納豆ハンバーグ、納豆パスタ、納豆汁、納豆鍋、納豆ジュース。締めが納豆ご飯。ミスター X。 バイタルダウン。あ、またまあ、バイタルダウン2つあれば。ポイント100。500円か。あ、後でも買えるからな。結局脱力が必要になってくるのは結構終盤の方になりますからね。そうすると V サーキットだな。これはちょっと欲しい。買おう。ソルジャーメダリオンはいいか。ナインからの感謝。修理装置、復旧装置。そうか、修理装置とかを。レンジエクステンダーもいいよね。射程2だしな。え、効果は射程1の武器にも適用されるってすごくね。これ買おう。で、まあ1000円くらいは残しておくか。あとどうするかな。お金的に別に余裕があるわけでもないからな。武装とかはまだいいかな。ガスとかちょっと2段階くらい鍛えておくか。で、ヒッケバインも2段階くらい鍛えておくか。よし。はい、というところで、じゃあ第15話納豆に手を出すなはこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。